初めてカヤック、リバーラフティングします。カヌーですか？カヌー&カヤック、カヌー&ラフティングですね。ラフティングっていうのかな。ちょ、生まれて初めてアドベンチャーあ、それがカヌー。あ、それ二人乗り。でかいっすね、それ。大丈夫です。なんとかなります。なんか助けて欲しかったら助けますんで。まあ沈没したら助けに行きます初めてだけど。そのリュックカヌーに入れちゃっていいんじゃない。あ、そうしますよ。つなげといて、はい、そしたらじゃあそうしましょうか。 GoPro だけ持って。はい、じゃあそうしましょう。よいしょ。わ、デビュー戦。あ、そうです。ポッケに携帯入ってるから。結構冷たいですね。大丈夫ですか？大丈夫です。行きますよ。はい、お願いします。おお怖い。わあ、結構ボテってきそうやな。大丈夫ですか？あ、大丈夫。はい、行きますよ。はい、気持ちいい。最高。やばいやばいやば、めっちゃ流されてる。初めてやけどめっちゃ楽しい。初めてやったけど。早い早い早い。おお。取り逃した。しまった。いやいや。すごい。ちょっとナイスタイミング。取るのをね、ちょっとね、逃してしまいました。オッケー。これ、はい。ランチが濡れてるかもしれない。あ、でもね、水入ってないはず、ここの中。これ全部防水の。この中にね、ランチが全部入ってるはず。ああ。この中にね、ドローン入れたら。ああ。もう濡れてる？ちょっと濡れたかな。あら。ああ。まさかのカワポチャ。またやってもうた。まあ大丈夫でしょう。ちょっと濡れただけやからね。うん。でもバッテリーがちょっと心配やな。これね。これ開けなきゃ多いです。本当だ。あ、本当だ。これ落ちる前からもうそうなってた。もう関係なく。これ真っ先に濡れてたんじゃないかが。最悪。すみません、なんか僕今回こういうの多いですね。全然。逆に言う場合にケントさんの意外とちょっとソフトなところを。いやいやいや。これ一回全部バーって出して。うん、しかないですね。一回出した方がいい。わあ。ちょっと最悪な事態が起きてますね。ウォータープルーフだと思ってたミッションワークショップのバッグがまさかの水浸し。ガジェットでも水浸し。なんとかなるでしょ。仕切り直し。何回こけるかな今回。なんかビーチを発見。すごいいっぱい人がいる。これ何なんやろこのエリアは。音楽とか鳴らして、キャンプかなんかかな。サマーキャンプ違うかな。みんなこうやってフロートっていうのに浮き輪に乗ってゆっくりとビール飲みながら下ってるって感じ。なんかね、真ん中にねクーラーボックス置いてる軍団もいるね。いや、めっちゃ楽しそうやな。こういう休日の過ごし方もあるんやね。ケントさん、もうアメリカ人は週末になるとこんな感じでガンガン音楽流しながらめっちゃ楽しんでます。How's it going? どうですか？感覚がね。わあ、めっちゃいいじゃないですか、ここ。すごい。うわ。微妙にお尻が水にっていってるっていう。水面ショット？水面ショット。なんかグラビアアイドル的な、なんか。かなり。かなりね。まあ、被写体があれだけど、マジで。頭が光りすぎてちょっと気持ちないかもしれない。
これはインスタ映えスポットですね。おおお、ちょっとここら辺でお約束のくるりんと。あら大変。大丈夫ですか、ケントさん。まあ、そっち行く、また。360度。もっともっと優雅なはずなんですけどね。めっちゃパタパタしてる。はい、OK です。いやいいっすね、トモさん、最高じゃないですかこれ。最高ですね、うん、お、カモたちがいる、カモ。ちょっとこの子たち、カモンカモンカモンカモだけにね、サップもいいですね。あの立ちこぎのね、サーフボード、ロングボードみたいなの。いい。もちろん砂糖。トモさん、頭に針引っかからないようにちょっと気をつけてくださいよ。それそれだから引っかかるんだ。橋があった。これで3分の1。で、あそこ見て。あそこなんかロープが垂れてるけど、あれはまさかバンジージャンプかな。あるのかな。あそこの あれか、ジャンプロープスイングってやつ。 あそこのほら台からあれにぶら下がってターザンジャンプみたいな感じ。面白そう。じゃああと3分の2いきます。ヒロさんめっちゃリラックスしてる。うわーいいなー、このまとまり感のないパラソルが。なんかいい感じやね。あそこくぐるみたい。ちょっと行ってみようか。売れるかな。いけるいける。ふぅ、水にね、びちょ濡れになったサンドイッチ。これね、ひどいっすね。ちょっとまあ、いか、あの水分補給にもなるし。うん、あ、美味しいわ。びちょびちょで。ケントさんとヒロさんがこういけるか。多分ここで落ちてくれるはず。お、なんか得体しないもの。うわ。ヒロさん落ちちゃった。でトムさんと一緒に来てる。で僕はシングルライダー。でもこのゆっくり感もいいね。出てった、二人とも。無人島、ここつけますか。なんかピクニックケーブルがある無人島。ワニがいる。あ、ワニがいる。え、なんで、なんでカリフォルニアにワニがいるの。なんでカリフォルニアにワニがいる。え、いるもんなんですね。え、いるの。お、着いた。3時間半ぐらい。3時間半後、やっと転覆1.5回。1.5 回かな。もっとかな。もうちょい。お疲れ様でした。はい。バスが迎えに行ってくれた。助かった。めっちゃ助かった。今日はどうもありがとうございました。なんかね、ちょっと家まで荷物持ってっていただいて。楽しかったです。楽しかったですね。またお父さんでどっか行きましょう。毎年の夏の恒例行事になりそうな気がしますね。パパ旅第2弾やりましょう。来年。じゃあまた今日は以上です。またね。またね。またいい。さっき学校のことを言いましたけど、学校って結構おかしいで、ちゃんとしたところに住まないと大変なことになりますね。
例えば、最近サンフランにハワイから引っ越してきたあの人がいて、それでお子さんは